ったんだ。人外だよ、プテは絶対に。絶対人外で。アーカイブからシャワーに入った時に工藤さんとすれ違い、僕覚え芸ですけど今。慎太郎くんじゃなかったっけ、俺すれ違ったの。うん、それ合ってるよ。あ、ごめん、そうだとしたらマジ申し訳ないけど覚えてない。やばいねこれは。うわー、何を展望のダウンロード、なぜか展望の配線だと思って勝ちよりも優先してやってしまった。1手目配線あったことにしよう。もう配線あったことにします。ナイス、よし、ここに。うん、ん？足？梅？アット1誰？よし、はい、早くね、停電待機はいや、おーよかった。ナミボおまおじ、なんですか、なんか。あ、ケさん関脇？僕はキッチン脇かな。石油だった。あ、石油か、あ、ごめんなさい、関脇だわ。あ、いや了解、それが気になっただけなんで特に人外とかじゃないです。ムイちゃんなんですか。はい、いや、おまおじが配電盤前待機しようとしてたんで、あの怪しい動きしたらインポスターの方です。あ、はい、逃げてください。ちょっとよくわかんないです。怪しい動きを見かけた。慎太郎くんもいたんですけどね、その場には。その論だったら僕もインポスターになっちゃうの。慎太郎さん見えてない俺。ああ、苦しかった。慎太郎どうやってそんなとこ行ったんだ？ん？武器庫から引き。はい。あのアップロードのヘリコプター音ガチいらなくないね。やめた方がいいよ、アモアスさん。アップロードのヘリコプター音いらんやろ、うるさいし。それだけがちょっとうるさいんだよな。だる、だるいて。ああ、シュウさんだな。シュウ、シャワー、停電中にシャワーを下ってったっていう自覚のある人いますか？じゃなかったらそれがシュウさんです。うん、合ってると思います。まあ高ければ無理かな。うん、高くても白。うん、はい、展望の配電も前立ち合い魚さん、あれ、いや俺は触ってないよ。立ち合ったら僕だね、真ん中と一番右で。私、うん、はいはい、多分慎太郎さん。まあいっぱいいただろうね。慎太郎さんって多分さ、私が先いた自覚なんだけど合ってる配電も前。うん、まあ僕目線では僕だけど、まあちゃんとさ目線その後もおかしくなくて、まあ、まあでも停電中だから、まあそれはそう。まあこの二人も互いに白かな、昇降機右で、うん、ですね。はい、え、これ高景はアルマ君に白出せる？まあほぼ無理。おお、まあ本当にめちゃくちゃメイン階段上ぐらいまで来て、まあ最終見たのが高田さんだから。これも最初はケイさん見てるから、うん、まあここは絶対白なんだけど、まあアルマもほぼ。ケイさんと2番であったと高田さんと5番であって、41で終わり。いやいや、ちょっと待って、ごめん、見るわ。41で終わり。まあ、あるっけ。アルマ君キッチン脇から武器庫の方行ってたよね。うん、配線だけやってからメインエレキで、僕エレキさっきのターンもガチャガチャやってたから。とりあえずずっと3人はガチャガチャやってたって感じです、停電中も。シェリフでライン考えなければ、まあオマオジ基本でレア系アルマくんぐらい。あ、アシュウさんはね本当に5秒ぐらいの間に死んでると思う。
俺が、慎太郎くんとアーカイブで湧いて、メインの配線除染やってシャワーの配線やるときに停電になってアシスタントすれ違ってる。お前自身としてアシスタントどう見える？少なくとも慎太郎くんアーカイブで一緒に湧いてるから使用後期にいるのかなって思うから、サントスさんと、まあでも LINE って言われたら、でも多分アシスさんのキルには関われないと思う。いいよ、サントスさん。サカプテって2人でその手術取り合ってたっけ、サカプテの話。あのね、どっちかというと、プテ橋が先に展望の、あ、ハイデマ前に行って、俺がそれから上にかぶさってるって状況だから、プテ橋は俺がどこにいるのかっていうのは。その前にね、どこにいたのかは分かんないんだけど、5秒以内だったらまあ届かず、左3つを最初に上げたのは僕ね。あ、マジ？うん、ちゃいます。まあ僕に白が出なくてもいいけど、一旦高系は僕から白ね、うん。一番左上にいるのが僕だから、エレキの中で。うん、まあアルバムかなりむずいけど、ね、うん、かなり。コロッケ食べたいなぁ。コロッケ、コロッケ。メンチカツとコロッケの違いってなんだっけ？緑と赤を。メンチカツはあれか、中身お肉か。え、どういうこと？あれ？おうおう、コミケシャワーいたな。何これ、コミュ通路に2死体あって。いや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 、魚さんです。あ、いや、魚さんは出てきてるんだけど、コミュ通路から、うん、何これ。だったら魚さんです。足じゃなかった、じゃあおまおじじゃなかったってことだから、自爆も。で、慎太郎シロじゃん。慎太郎シャワー配線いたでしょ今。おお、正解です。これシャワー内に行って、で工藤が、梅健が、一応ね、工藤さん、僕がアーカイブからシャワー行くときにアーカイブに行ってる工藤さんで、最初アーカイブです。多分、ね、梅健さんの背中を僕がついていってる形になってると思って、これ自爆っす、自爆っす、自爆っす。てか坂野さんが初的力普通になんかプテ、え、でもプテさんから白なんだっけ。いや、まあ坂プテ二郎が一番自然じゃない、ね、アルマがクルーなんだったら、アルマの後ろに工藤がいるから工藤も無理で、あ、工藤高に僕が白打てますよ、うん、で慎太郎もその後ろだから、新様は見てないから知らないけど、高橋さんは見てるなら OK。 質問なんだけど、工藤さんは今なんて言いました？俺なんか言った今。だいぶ黙ってたけど。死人。あれ、なんか梅健がシャワーにいたのを最初に、まあ終盤ぐらいで見てたから、梅健シャワーいたなっ。でもその人の死体が今のレポートは？梅健さん、梅健さん。でどっちもコミ通路だよ。死体いけないのか。自爆っす。ちなみに僕今シャワーの覚えゲーね。シャワーの覚えゲー？うん。工藤さん。まあ人外だよ。プテは絶対に。絶対人外で、いやもうありえないから、そんなシャワーの覚えゲーにいること自体が。え、工藤さん言ってよ。はい。まあサカプテだと思うけど。覚えてないわ。いや、アーカイブからシャワーに入った時に工藤さんとすれ違い、僕覚えゲーですけど今。知ったのくんじゃなかったっけ？俺すれ違ったの。うん、それ合ってるよ。あ、ごめん、そうだとしたらマジ申し訳ないけど覚えてない。だからってプテさんに、やばいね、これは。表ついたくないんだけど、サカプテの。え、プテ三力ね、魚さんワンチャンマットあるから。うん、ああ、そうな、俺魚に入れちゃった。まあ。いや、俺マット否定できてる。魚さんに入れてほしい。魚さんに絶対入れて。え、これどうする？ああ、そうね。魚さんが魚さんに入れて、魚さんでいいと思う。自爆だし、ハイデマ出てるし。一応これ米サボ中だから。え、だって切れるのってサカプテサントスしかいないじゃん。まあ、そもそも みんな聞いて、本当に自爆なんみんな聞いて私の話を。魚がマットだったらサントス。なんか状況悪。なんか状況悪。何これ。魚さんは初手切るはおまおじさんの死人がせいで5秒やったらできず。その場合は。うん、アルマしかないな。サントスさんは白取り合ってて、うん、
はい、僕の視点は初手魚さん、ああじゃあもう確定やん。初手魚さんはできないです。なんサントスやん、ごめんね。え、ミスラールでしょ、魚さんマットだった。あ、真相持ってきか。あ、いいねいいね。自主点はもう高くど白やで、うん、プテトスで確定。じゃあオッケーオッケー。でサントスさん、ね、僕の視点は初手がアルマだね。じゃあまあだからアルマはワンチャンあるよ、うん、俺の視点。うん、けど工藤の目の前で切ってるっていうか、うん、これさ、アルマ視点サントス確定でしょ。で僕の視点はアルマ確定なの ね、 で僕の視点アルマは絶対じゃん初手だから。サントスさん釣りどう。いやでもプテは覚えげに絶対いけないから、もうプテは人外でいいと思う。いけるのよ工藤さん、僕いたでしょ。いけないけない。まあ、釣りの後がだるいな。あ、でもまあ、プテトスどっち釣りからでもいいけど、まあ、高角視点が飲めないんじゃない。プテアルマの二郎が捨てきれないってなるんだったら。え、てか、プテは 100% 人外、うん。やばいな、これ、プテさん釣った後私が。負けやー。え、高田さん、なんで僕がいけない、うん、だって俺、ね、覚え芸のシャワー無理だよ。だいや、シャワーね、僕も高、梅健さんもなんならいて、高、工藤、梅、で、新さんもいたでしょ。で、高、工藤、梅、新いて、で、俺がメイン側から入って、ごめん、俺が、アルマと工藤がシャワーの、工藤がシャワーの奥から出てきたの。うん、で、俺がシャワーの奥まで入ってって、うん、で、カンカンもやり、シャワーの奥から出て、最後、新太郎敗戦で見て終わってるから、プテが入れん。シャワーの覚え芸に行ってる時に僕が行ってるんじゃない。で、じゃあ覚え芸にいる時間があまりにも長い。いやまあそんなことはないんだよな。もう噛み合い起きてるな。だってさ、これサントスさん行きたい。まだ俺は。あ、そうな。ファッションがそれっぽいんだよな。でサントスさんどうでもいいじゃないですか別に。いや、まあ自身はどっちでもいいよ。どっちでもいいから。どうでもいいってない。私はプテアルなんだけど、プテさん釣った後にプテさん釣った後にアルマさんより白くなる論が何やったら。別にプテトスだったらどっちでもいいから。いやマジ高田さん一旦サントス行ってくんねこれ。それ工藤さんが覚えてないだけで、高田さんがめっちゃニアミスしてすれ違ってないだけ。いやニアミスしてるんだとしたら覚えげどんだけ長い時間いるのそれ。え？工藤が要は。エンジンの左まで走る時間分プテは覚え毛に立ってたもんな。いや3秒ぐらいしかいない3秒ぐらいしかいないよ。3秒ぐらいしかいない。やったなるんだ。なんか勘違い会長されそうだった今。俺に言ってます？なんか高田さんが工藤さんがエンジンまで行ってるみたいな話してなかった。いやだって工藤はシャワーの奥から出てきた自覚がまずないのか問いたいわ。いやあるよ。あ、行きました行きました行きました。それ行きましたよ。アルマクがシャワー奥に行ってるもん。じゃあプテをその段階で工藤は覚えてないわけでしょ。覚えてないです。ってことはプテ橋はもうその段階でシャワーの奥に行ってないとおかしいじゃん。じゃあ工藤さんとすれ違ったのはシャワーの下から来る工藤さんと、僕は配線やってたからその時に配線終わって下に行くときに工藤さんがシャワーからアーカイブに行くような動きだったよ。それだと高田さんと会うんじゃない多分。だって工藤高の順でシャワーに入ってるから、工藤さんとすれ違うんだったら高田さんともすれ違わない。シャワーに入ったのは知らないのよ。僕はシャワーからアーカイブ方面に行く工藤さんとすれ違ってんのよ。シャワーから入ったら工藤の移動どうなってんだこれ。まず意味が分かんない工藤の移動が。多分メインから入ってて、シャワーカンカンやってゴミ抜きしてアーカイブ入って、入るときに慎太郎くんとアーカイブしたりすれ違ってるのは覚えてるんですよ。でアーカイブ本終了。そういうことか。そうですそうです。で配線にいるっていうなら、まあマップ開いてたら見てないはあるかなとは思います。ただまあ分からん。それ以外はあ、そういうことね。アルマの後ろを追従して小見さんも行ってないのか。工藤は行ってないですよ。アーカイブ最終です。え、あ、そうなん。え、後ろ来てないの。新太郎くんかも。俺も言いました。お、
状況変わる。これよかった、工藤さんがアーカイブ側に行ってる。いやまあだとしても僕の方が白いでしょ。だって魚さんのマット懸念もしていて、僕がレポートをコミサボ中にしてるからね。でしかも高工藤を置いてってのレポートやから、そこは評価してほしい。7人盤面だったから、マット系は関係ないんじゃない？関係。アルマの唯一マイナス要素は、俺が魚に入れてたから魚に合わさったけど、なんでプテに行こうとしたんだろうなっていうのは若干、あの段階だと別に魚インポスターになるくね。僕どっちでもいいってずっと言ってますよ。で、魚さんマットもあると思うけど、どっちでもいい。どっちでもいいのか。僕はどっちでもいいですよ。だってプテ坂が初手白取り合ってるんだから、どっちでもいいでしょ、地点を。初手内通してたことになるよ。ちょ、どうしようかな。もう一技能挟めない。無理だったらアルマに入れるしかないな。おお、なんだこれ。無投票。よかった。ボタンいきます。いやータスクがないんだよな。これはまあ一緒にいるしかない。きついよ。僕ボタンないもんね。おお。おお。誰もボタンねえのこれ。クドウマジ意味わかんないボタンないってことなかったです。いやこれさ、クドウどっちでもいい理論を高橋さんに説明すると、はいはい、初手キルがレア系で僕って言ってたじゃないですか、梅健さんがシリフで、うん、で余ってるのがプテサカの白、白取りぐらいしかなくて、実戦高クド白の神様に宝さんから白が出るんだったら、その2キル入った時ですね。でってなるとプテサカどっちも人外だけど、どっちが強老かとか老老かとかは僕自身は分かんないから、別にどっちでもいいから合わせるっていう話をして。僕白さあったわ、今思い出しました。配電盤最初に直し始めたのは僕、まず左3つを僕が開け、真ん中と右で勝ち合ったのが慎太郎とサントスです。でその真ん中で3個目がめっちゃ多分3人が3個触れたから長くなって、勝ち合い長かったねって話をしてて、魚さんはそれに見てないと回答してるから、魚さんと僕が内通してる場合は魚さんが直したことにも別にできるし、なんか魚さんが適当に言って合ってるよって言ってあげることもできる。これさ、1個めっちゃ思ったことがあって、ずっと思ってたんだけど、工藤があまりにも位置を言わなさすぎてて俺も意味不明になってたんだけど、その意味不明なおかげでさ、プテハシは工藤を見た主張してるわけでしょ、うん、でも工藤ってさ、正直語ることがあまりにも少なすぎて、正直絶対コムサブの方行ってると思ってたから、どういうことやねんってなってた状態で、プテはアーカイブ側ですれ違ったっていう主張を工藤に最初に求めてたから、位置が本当にそこにプテがいそうだからアルマしか切れなくねっていう結論に至るんだけど、意味わかる。だって工藤がさ、位置をあまりにも言わなさすぎてて、こいつどうなってんだよって多分みんななってて、アルマも勘違いしてたわけでしょ。多分工藤一人でしか自身でしか納得してなかったと思うから。いやなんかね、僕の場合はあの高工藤をシャワーに置いてったじゃないですか、僕が。で置いてった、なんか議論がなんか始まってちょっと経って、なんか工藤さんが僕の後ろついてきてるみたいな雰囲気の議論になってたから、そう、じゃあもうプテさん覚え気に絶対全身でいけないよね、じゃあ勝ちちゃんって。その状態でそれを否定しなかったの。普通だったら否定もっとして、いや赤部側に行きましたよって言った状態でプテが乗ってきたのって分かるけど、いやそれは僕何も言えないっすよ。いや何も言えないけど、でもプテがなんか位置あって、これ忘れしろね。じゃあゆかるさん、これアルマさんに入れました。入れた。 OK です。なんでこんな、コミサボ中にレポートして高くのソワに置いてってるんだよ。でもプテがさ、工藤に同意求めるって本当にそこにいない。新しい白出たね、これ。そこは、ね、
新しい。リーチ言った今日は。おー。いや、リーチね、ちゃんと言ってないよ。もっと言わないと。てか、俺らの否定とかもしないと伝わんない。謎負けしたんだけど。いや、勝ち格だと思ったな。いや、勝ったと思った、勝ったと思った。謎負けした。状況悪いと思って、僕、やばかったと思った。工藤さん、確かにアーカイブ行ったって言ったけど、めっちゃ声小さかったもんな。あ、そうなの。いや、てか、ボタン抜くしかないな、楽勝ゲーすればよかったな。じゃあ行きますかね。はい。